このセレモニーが終わり次第ってことなんですよね。それではまず最初に吉村知事から岡田監督へ改めの贈呈です。お願いします。今改めて話を聞きます。ああ、そうですか。やっぱまあ道幅もねありますもんね。ありがとうございました。ああ、ビルから。さあ続きまして横山市長から。そうそう、ビルとかからご覧になってる方がすごく多いですね。ねえ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ続きまして、堀井会頭から杉山取締役大田へ。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。大山選手。あ、切り引き通しますね。みんな立ってちゃんとスタンバイしてますね。ありがとうございました。こういう時って新しい日本を皆さん着てるんですか。それでは遠藤の皆様、大変長らくお待ちしております。ワンダ持ってやってっていう人がね、多いかもしれませんね。うわ、すごい歓声。さあ、なんかいいかな。ワンダの皆様、本当に1年間、ご声援ありがとうございました。タイガースはおかげさまで、18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの、日本一を、勝ち取ることができました。本当にありがとうございます。ちょっと私長くなるんですけど、私ことなんですけど、この今日なんでここからスタートするのかなと、ね、考えてたんですけど、この右は60年前に6年間通った僕の小学校なんで、今はね、大人ビルってなってますけど、ここで6年間、書いてますね。小学生生活をね、過ごしたこの地位なんで、まあ、ね、今回こういう形でここからスタートするということは、まあ、非常にね、光栄に思うし、感無量の気持ちで、ね、いっぱいでいます。本当ありがとうございました。今日は、ね、1年間ご声援もらって、ね、あれを達成、またあれのあれっていうのはちょっと誰が言ったか僕は分からないんですけど、ね、結局は、ね、最高の形で1年間を、ね、締めくることができたんで、まあ、今日は、ね、選手、タイガース選手全員でその皆さんの応援に対して感謝とお礼の気持ちを持って一日パレードしたいと思うので、皆さんまた本日最後の大声援をよろしくお願いします。本当に1年間ご声援ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。そして改めておめでとうございます。続きまして、阪神タイガース塚本浩二選手会長よりご挨拶をいただきます。本日、このような素晴らしい場を、作ってくださった、関係者の皆さん、本当にありがとうございます。18年ぶりの、リーグ優勝と、38年ぶりの日本一の喜びを、このファンの皆さんと市民の皆さんと分かち合うことができて本当に嬉しく思っています。選手たちも今日のパレード存分に楽しんでいきます。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。そして改めておめでとうございます。それではこのようにフォトセッションに移らせていただきます。報道関係者の皆様。